昇竜兵団の意地にかけて迎撃するのよ。帝国もこれで終わりだ。もう逃げられねえぜ。それとも海に飛び込むか。鎧をつけて泳ぐのはちょっと辛いと思うよ。バルガスはやられたのか。連中もなかなかやるな。陛下は治療のために薬で眠られている。今攻撃を受ければひとたまりもないな。レアード、連中をここで足止めする。はっ、レオ様。でしゃばるんじゃないよ。バルガスだって体張ったんだ。ここは漂流兵団が相手をする。エグベルト、私が食い止めてる間にどうやって脱出するか考えな。ふん、任せておくがいい。これ以上逃げられてたまるか。私らしくない戦い方だけど、時間稼ぎなら仕方ないね。無理にこっちから動く必要はないよ。敵の出方に合わせるんだ。心得ております。お前たちは敵の弱い部分を狙って連中の進行を遅らせな。敵の前線部隊ぐらい叩いてみせますぜ。で、どうするんだい、エグベルト。天意の呪文を使うしかあるまい。あれは体に負担がかかるんじゃないのか。今の陛下にはちょっときついかもしれないね。治療のおかげで陛下もだいぶ回復されている。もともと体の丈夫なお方だ。そうだね。どうせそれしか手はないんだ。やってみるしかないね。そういうことだ。では始めるぞ。あ、頼んだよ。時と空間を司りし者よ、古の名役に従いてこの者を彼の地まで運びたまえ。テレポートで逃がすつもりだよ。全員逃げるまでにはちょっと時間がかかりそうだね。仕方ないか。天空を巡る星々よ。
さあレオ、今度はお前だ。レアードを先に送ってくれ。私なら後で構わない。しかしレオ様、先に行って陛下をお守りするのだ。これは命令だ。時と空間を司りし者よ、古の名役に従いてこの者を彼の地まで運びたまえ。我が騎馬隊が、イメルダ様、闘気の渦巻き起これ。うわっ、いや水上では無敵のこの俺、やりまる器がち、お前の番だ。私よりも他の兵を送ってくれないか。私なら十分戦うことができる。自分の任務を忘れたわけでもあるまい。お前は青龍騎士団の隊長、陛下をお守りする近衛騎士団だ。お前が陛下を守らずして誰がその任を果たすのだ。まだレアードにはそれほどの力はない。行くのだレオン、反対は許さん。分かった、送ってくれ。時と空間を司りし者よ、古の名役に従いてこの者を彼の地まで運びたまえ。内向の刃、月浦手。待たせたな、イメルダよ。早速呪文で送ろう。何冗談言ってるんだ。そろそろ呪文を使う力も尽き果てている頃だろう。私を送る力が残ってるならあんたが行きな。参謀ってのはいつも陛下の横にくっついてるものだろう。レオンにも似たようなことを言ったあんたならどうすべきかわかるだろう。すまんな、魔力の補充が終わり次第迎えに来よう。ああ、期待して待ってるよ。
時と空間を司りし者よ。陛下を頼むよ、エグベルト。さて、うるさい奴もいなくなったし、そろそろ本腰を入れるよ。先行よ、おとばしれ。私らしくないわね。仲間を逃がして死ぬなんてさ。でも最後くらいはいいかもね。地獄にはバルガスのハゲもいるだろうし、今度は地獄の女王にでもなろうかしらね。それで漂流兵団も終わったな。一息ついてる暇はねえぞ。魔法で逃げちまった連中を追わなきゃならねえ。しかし、ベルンハルトたちはどこへ逃げたんだ？心配はいらないわ。エグベルトの詠唱した呪文から行き先の見当はついているわ。どこだかわかるの？帝国の逃げた先はツインキャッスル。はるか昔、ラングリッサーの力に取り憑かれた王の住んでいた城。ツインキャッスルか。確か、ダルシス帝国の王城だったところだよ。この船の行く先です。急ぎましょう。そうだな。これ以上連中に時間をくれてやる必要はねえぜ。よし！目標、ツインキャッスル！